Very elegant. How goody. Hey, cheers. お友達がローマ滞在2日目なんだけど、今から彼女と街を散歩に行ってきます。ナボナ広場で、ね、街を遊んでるの。見てこの天気、すごい綺麗でしょ。こんなに青空だとどんな写真撮っても映えるんだよね。いつ見ても素敵な噴水だよね。友達はどこにいるんだろうか。たくさん人がいるからね。どこだろう。ラウラっていうお店に来てます。ここはねフレグランスのお店なんだけど、ビエデイコロナーリっていうナボンナ広場の近くにもあるのね。で、すごいのよ。なんでもねもうすごい素敵な匂いなのね。で今お友達と入って、彼女は香水を買いました。ローズのね香りのものが欲しいって言ってて、で何種類かね匂いを嗅がせてもらったんだけど、すごく柔らかくてね優しいローズの匂いがするローズの香水を彼女はこう購入します。でここねクイーンエリザベスのために、ね、エリザベス女王のために、香水をね作ってるところなの。彼女の御用たち、あれ彼女のために作ってて、でもそれは彼女しか使えないの。だから私たちが欲しいって言っても買えません。でもとっても素敵なお店よ。クイーンエリザベスのために作った香水、まあ、私たちもね買えないし、彼女も、どんなものかはわからないんだけど、でもね匂い似てるようなもの、これなんですって。Thank you. This is Rose and Lily of Valley. Very elegant perfume. すごいね、優しい匂いなんだけど、でもねすごいエレガント。ユリの匂いね。ベネチア広場にやってきました。向こうにねコロッセオがあって、これがヴィットリオ・エミニューレ2世記念堂。ほら向こうにコロッセオ見えるでしょ。でこれがヴィットリオ・エマニューレ2世記念堂です。わあ、藤が満開。花嫁さんと花婿さん、アウグーリー。カンピドリオ広場にやってきました。向かい側がねローマ市庁舎で、この広場はミケランジェロが作ったもので、さっき花嫁さんと花婿さんいたけど、この先のねお部屋で結婚式を挙げました。現在もコロナ禍で別のカップルが結婚式を挙げてます。私たちはね、この場所じゃないんだけど、もう一箇所、カラカラ屋上のそばにある民事結婚式ができる場所で結婚式を挙げました。Thank you.
向こうにはユダヤ教の街道、それでずっと行くと向こうにはサンペートル大聖堂が見えます。あの2つドームがあるうちの後ろの方ね。でこの階段を降りていくの気をつけないとね。チェロ劇場、この上にはね人が住んでんだよ。マンションになってんの。遺跡がさゴロゴロあるんだよね。アーティチョークのツリーになってる。でさ、アーティチョークのロマーナっていうのとジュディアっていうの2種類あってね、調理の仕方。ジュディアっていうのはあのユダヤ式ってことなんだけど、ここでのねあのユダヤ式のものが美味しくいただけます。ユダヤ式のはね揚げてあるの、美味しいよ。 This is the Roman artichoke. Yeah. It's very different. Big and brown. Yes. このサンタンジェロ城からこの通ってサンピート大聖堂まで教皇が使っていた通路です。サンピエトロ大聖堂の方に向かってます。今日はパームサンデーなので、みんなねほら向こうでオリーブの枝を持ってるの見えるかな。みんなねシンボルとしてこの日にオリーブの枝をみんな持ち帰ったりします。